はい、11月12日、日曜日の、ね、予想が整ったということで、本日はね、東京の9、11、そして、はい、エリザベス、こちらを予想をさせてもらいました。はい、先週はね、こういう、自分のこういうのをね、使って、手でね、持ちながらやったんですけど、まあ、非常に見にくいと、自分が思ったので、また、元に戻しましたので、まあ、よかったらね、最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。では、早速、参りたいと思います。はい、ちょっと画面を上げます。はい、でまずね、東京9レース、8枠の15番、レイニーデイ、こちら。はい、こちら、全体の成績、全成績ですか、3128に対して、ダートは3125と、ここに0003の芝の成績が入っていると。3125ということで、まあ、2回に1回は、まあ、馬券圏内に来てますよと。でまた、東京ダートに限っては1104ということで、まあ、全体のダートの成績から見ると、ちょっと見劣りしてしまうんですが、まあ、当然メンバーや、枠、いろいろそういったね、兼ね合いがありますんで、まあ、比較的3回に1回馬券圏内に来てますんで、まあ、十分、ここでもね、いいパフォーマンスは出せるだろうっていうところでね、まずはこのような感じでちょっと押させてもらうと。で次、最近これを使ってるんですけど、騎手調教師の昨日からの流れということで、昨日1日そして今日の午前中を見て、JRA のサイトに行くと騎手と調教師の成績が見れます。勝利数とか連帯率とか勝利率、そして、まあ、三着内率、いわゆる副勝率が見れますんで、それを照らし合わせて、昨日からの成績で、その確率に近いのか遠いのか、オーバーしているのか、というのを判断して、偶然にも、横山長男、そして田村さんの、本来持っている成績に、ちょっと、昨日からの流れでまだ届いてないということで、なら、ここは、その確率からいくと十分期待できるかなというところで、15番のレイニーデーを押させてもらいます。はい。ちょっとここら辺は、ややこしいんで、非常にね、言葉で甘く伝えられないんで、まあ、できればね、対面式でこうだから、ああだからって言えば、ああなるほどねってすぐ分かると思うんですが、これも非常に、小学生でも分かる予想の一つの方法なんですけど、まあ、ちょっと言葉だと非常に難しいんでね、まあ、一応、まあ、そういった経緯で、まあ、考えてますよということだけ、皆さん頭の中に入れておいてもらえればいいかなと思います。そして東京11です、17番ルプリフォール、こちら距離がね、1400ということで、非根幹距離の血統のアドバンテージが、まあ、ありましたよと。で、コンピシ数に、日刊スポーツに掲載されています。コンピシ数。これをね、20年近くデータ貯めてありますんで、そこから導いたパターンでいきますと、一番いいのはこれ4番なんですけど、4番、10番、5番、そして17番ということで、まあ、これはね、この順番を示す通り、やっぱ上位人気なんですけど、こちらで4番目に来ているのに、まあ、4番人気じゃないということで、まあ、非常にね、まあ、コスパ的にいいかなというところで、まあ、まずね、この距離、血統、コンピシ数と、そして、極めつけ、これ前走、三角四角の1で結果3着、要は13、14ってこれ下がってますよね。位置取りが。で、結果、3着ということで、まあ、おそらく展開的に、ちょっとレースは見てないんですけど、まあ、3コーナーか4コーナー、いろんな馬がこう、ダダダダダダって仕掛けて、まあ、普通に走ってて取り残されて、最後、最速なしで3着に来てるということで、まあ、今回ね、外、東京、直線長い、非常にね、このルプリフォールにとっては、パターンに当てはまってるかなというところで、この17番を押させてもらいます。はい、そしていよいよ最後、
画面を下げますね。エリザベス女王です。はい、今回、私、本命は8番の新緑化。今、11番人気か12番人気だと思うんですけど、自分の中でね、そこまで人気がないのがちょっとと思うぐらい、まあ、非常にね、今回買い頃かなということで。で、いくつかポイント、まだ書ききれないほどポイントあるんですけど、まず一つ。おそらく今、現役、まあ、最強馬は、まあ、イクイノックスだと思うんですけど、2週間後、3週間後、ジャパンカップで、リバティアイランド。要は、今、牝馬の中で一番強いのが、おそらくリバティアイランドと、誰もが、ほぼ競馬ファン、10人中 9.5 人ぐらいは思うんじゃないのかな。それと、まあ、クラシックを戦ってきた馬が、2と言いますね。ハーパー、そして新緑化。特に新緑化は、秋華賞パス。ハーパーは、皆勤賞。ということで、まあ非常にね、もう貯金がないんじゃないかと、いうことで、まあ、ちょっとね、お疲れさんということで。で、今回ね、ポイントは自分は3歳牝馬っていうところにポイントを置かせてもらって、もう一頭いますね、3歳牝馬。一番人気の、一番沼。こちら、成績が、新馬戦から2着、1着、1着、2着と、前走、秋華賞、トライアル、2着に入りながら、本番に出てこなかった。ということで、ここら辺は、想像なんですけど、これ、新緑化もそうなんですけど、出ても勝てないだろうと。で、思うと思うんですよ。陣営側は。特に、この一番沼は同じ、サンデー。そして、ノーザンファーム。ということで、無理してね、同じレースに出す必要もないと。で、リバティがジャパンカップ行くなら、エリザベスはこの馬を出しましょうというような多分、流れになって、ローズセックス2着だけど、出ずにここへ絞ってきたということで、そういう面から言ってもね、非常に好感を持ってるんですけど、もちろん新緑化も、桜花賞、オークスと戦ってきて、本来なら、秋華賞行くところを、やはり、阪神ジュビナイルからも戦って、3回戦って、3回ともコッパみじんにやられてるんで、陣営は、どんなことをしてもまず勝てないなと。で、おそらく、エリザベスじゃなくリバティがジャパンカップに行くなら、私たちはエリザベスに行こうじゃないかというような感じで多分、オークス後に、思ったと思うんですよね。なので、叩き台を中牝馬ステークスと。まあ、エリザベスの、まあ、ローテーションの中では、まあ、王道の一つ、府中牝馬ステークスを叩いて、まあ、来たというところで、そういった絡みで、まあ、非常に好感持てるかなというところもありの8番。で、まあ、先ほど言いましたけど、リバティと戦って、特に、ここですね、阪神、ジュビナイフィリーズは2着なんですけど、馬場の悪いところで走ってたんですよ。で、片や、馬場のいいところを走って、なので、まあ非常にね、着差はついたけど、まあ十分、健闘したなと。同じね、G1 で4頭の2着がいるんですけど、その4頭の2着馬を比較しても、まあ内容は一番良かったのかなと。秋華賞の2着馬は後ろから突っ込んできましたけど、新緑化はほぼ同じ位置の内外で馬場のいいところ馬場の悪いところで、走っての2着なんで、まあ、十分、まあ、これは内容は良かったなと。もちろん新馬戦は、1着最速で上がってるんで能力はもちろん高かったっていうところがここでね証明されたと。で、まあ、桜花賞、オークスと、まあ、惨敗だったんですけど、それなりにいい足を使って追い込んできたと。で、前走、府中牝馬ステークスはプラス20なんで、もう明らかに前走はもう叩き台というところで。で、先ほども言いましたけど、リバティがジャパンカップなら、我々はエリザベスにというような思惑がきっとね、あったと思うので、ここはね、目一の仕上げで多分、挑んできてると思うので、枠も、よし、偶数番もよし、というところで、買わずにはいられないと。日に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 、これ、どん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 これ、来ちゃうんじゃねんか、来ちゃうんじゃねんかって思うようになって。で、ちょっと一番はね、成績はまあ 100% を連帯してますけど、
リバティーズ走ってなければ、そりゃ連帯率100ですよね。当たり前ですけど、少なからずともリバティーと一緒に走っていたら、まあある程度傷はねついていたと思うんで、本来ならもっとねちょっと見劣りしちゃう成績なんですけど、まああえて避けたのかどうかちょっと分かんないんですけど、まあそういった兼ね合いで、あまりこの2112にちょっと自分はね惹かれなかったので、まあちょっと1番はね、切らせてもらうということで、まあこのあとねどういう買い目で勝負するかまだ決まってないんですけど、まあ十分、自分の中で1番が消える、人気薄が来るということでね、ちょっと久々3連単で、帯でもちょっとね狙えるような、組み合わせをちょっと考えようかなとこれから、思っていますが、終わってみたらね、ガチガチの硬い結果になる可能性も十分、あると思いますんで、あとは皆さんがね、どのように、これも含めて、参考にするかということになります。はい、ということでね、ちょっとダラダラとお話をしてしまったんですけど、まあ東京の9レースは15番、東京の11レースは17番、そしてエリザベスは8番ということで、締めさせてもらいます。はい、ということで今回もね、最後までご視聴誠にありがとうございます。ではでは。